斉藤京子の理解力を試すため緊急企画を実施。今からサッカー通の影山が素人にはちょっと難しいオフサイドのルールについて解説。それを受けて斉藤京子がオフサイドとは何なのかを簡単に説明できれば合格だが、え、結構いけますよ。自信ある。これ振りとかそういうバラエティのやつとかじゃなくて本当に一発でやってね。じゃあ、はい、うん、かなりの自信があるようだが、果たして。オフサイドっていうのはまずサッカー用語になります。で、攻めすぎない、攻めでズルをしないようにみたいなルールなんだけど、面白いとこあったよ。どうしました？間違えて笑っちゃいました。間違えちゃったんだよね。間違えて笑うとか笑わないところ、ま、間違えただけだから。笑うつもりじゃなくて、間違えて笑う。何かが面白いとかそういうことじゃない、間違えちゃった。間違えちゃった。本当に急に来た。で、サッカーって点を決めるスポーツじゃないですか。で、点を決めるために何をするか、とりあえずボールを前に進めたらいいっていうことになるので、ボールをボカーンって蹴って前にずっとゴール前に待機してて、まあ、蹴ったらもうシュート入るからいいじゃんってなるじゃん、うんうん、それを防止するためのルールがオフサイドって言います。まずね、そこまでよかった、うん、おー、オッケー、おー、いい、で、理解早い。黒丸が、あ、ここゴールで、うん、白丸の人たちがこっちに攻めてて、うんうんうん、で、簡単に言うとこの一番後ろの守備のラインの守備の人たちよりも前に立った状態でボールが出されるとオフサイドっていうルールなのね。だから、そのこの一番後ろ、相手の守備の人の一番後ろによりも前にいる時にボールをパスされるとオフサイドっていうルールが適用されるんだけど、どう？うん、普段なら理解するのに1週間費やすのだが、簡潔に説明できるのか。そのゴールキーパーにボールを預けるときに、なんか前の人、ボール預ける、それ、そのゴールキーパー側のチーム、あー、うん、守ってるチームね。あ、ちょっと、あ、その預けない。その守ってるチームが採用された。ちょっと待ってね、夢かなった。とりあえずまずゴールキーパーがこう来たやつをシュッてやったら、オフサイドになって。え、だよね、今、まあ、そうだよね、みんなもそうでしょ。あ、違うんだ。いや、みんなはそうじゃないよ。わかんねえじゃねえか、斉藤。いや、その黒い線の直線を描き始めたあたりから、うん、わけわかんなくなって、うん、その取ったらオフサイドになる、取らなかったらオフサイドにならない的な。私、ゴールキーパーっていうフレーズ一回も言ってないですよ。それで結局オフサイドっていうのは何なんだろう。だからゴールキーパーがボールを持つこと。それはもうセーブです、セーブ。ナイスセーブ。